昭和28年12月 NHK テレビが開局。歌謡界もテレビの時代へと移っていきます。三浦孝一さんをテレビで見て、歌は丁寧に歌わなくてはいけないと感心した方がたくさんおいででございました。落ち葉しぐれ、三浦孝一さんです。旅の落ち葉がしぐれに濡れて流れて果てないいた悲喜風。